道坪野城は、富山県小矢部市道坪野にあった、日本の城である。四角は、南北約40メートル、東西約40メートルの、方形で、周囲に土塁、霧岸が見られる。その他の作平面は少なく、全体として、小規模であるものの、南東にあった、古市中国安楽寺城よりは、しっかりした造りとなっている。年代は不明だが、影のがより、 あとに、三宅新左衛門城が寄ったとされ、他に、松岡新左衛門の名も見えるが、彼らの動向は不明である。おそらく戦国期にこの地に本拠を持った土豪であろうと思われる。なお、三宅新左衛門城を、野戸畑山氏の家臣だった、三宅長森の一族であるとする説もあるが、確証を得ない。付近には、小矢部市街から、加賀国あざみ谷を通って、 鳥越城へと通ずる国境越えの道があり、同津の城が天正年間における笹成政と前田利家への攻防戦の拠点の一つとなった可能性もあるが、同様の立場にあった一条事情や源氏が峰城のように改修を施されてはいない。成政が加賀越中国境で最重要視していたのは腰中国一条事情賀国将根性ラインであり、 道坪の城は軽視されていたと思われること、そしてさざ、前田間の争いにおけるハイライトとも言える、末森城での攻防戦の撤退時に手薄になっていた鳥越城を奪取し得たこともその一因として挙げられよう。ありがとうございます。